さて、拙い日本語同時通訳で失礼いたしました。マウティックのプロジェクトリード、ルース・チーズリーさんにおけるマウティック最新事情をお送りいたしました。いかがでしたでしょうか。質問はアハスライドにぜひ、質問してください。9時過ぎの Q&A セッションで順次お答えさせていただきます。それでは早速次のセッション準備いたします。アクアイアジャパン合同会社の丸山ひかるさんにおけるキャンペーンスタジオ資格試験のセッションスタートいたします。それでは準備いたしますのでしばらくお待ちください。はい、皆さんどうもこんばんはです。マウティコン2020、スタ第2つ目のセッション、行いたいと思います。勝です、司会です。すいません、先ほどの拙い日本語通訳申し訳ありませんでした。いやーね、もっと時間があればよかったんですけれども、それではですね、2人目、アクアイアジャパンの丸山さんご紹介いたします。丸山さんどうもこんばんは。こんばんは、聞こえますかね。はい、聞こえます。では、丸山さんに、セッションお渡ししますので、ぜひよろしく、それではよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。日本の方もリアルタイムで何名か見ていただいているということで、多分夜ご飯を食べながらとか、こう家でゴロゴロしながら聞かれてるのかなと想像するんですけれども、まあそんな感じで、まあ緩く聞いていただけると嬉しいかなと思っております。で、ちょっとですね、私、ディスプレイが今見えないので、ちゃんと見えるかわかんないです。こういう感じでですね、今、マウティックのパーカーを、ゲットして、今日はちょっとそれを衣装として、着ております。はい、ということでですね、セッションの方を、はい、ぼちぼち始めたいと思います。ちょっとタイトルはですね、マウティックの SaaS サービスキャンペーンスタジオの全貌と MA ツールをもっと活用するための認定試験の進めということで、お話ししたいことは、ポイントとしては2つですね。キャンペーンスタジオ、の概要と、そして、最近ですね、リリースしたキャンペーンスタジオの試験についてのお話。まあ、だいたい、予定は30分、20時まで予定してるんですけれども、ちょっとスライドの数見たらすごい少なくて、もしかしたら早く終わってしまうかもしれないかなという不安もちょっとありつつ、始めたいと思います。はい、ということで、私、丸山ひかると申します。もともとは、2014年新卒で独立系の、ソフトウェア会社、入社しまして、その時はですね、Rails のウェブのエンジニアやっておりました。Web API の方をですね、主に、作っておりました。で、まあ、そこでですね、Web API を製品として売っている、一つのですね、プロダクトとして売っていて、まあ、そこでですね、こう製品を、まあ、エンジニアに啓蒙するというところで、エヴァンジェリストというですね、ちょっと名前を名乗って、いろいろ活動を、今までしておりました。2019年、去年ですね、去年の8月に今の、アクイアジャパン、ジョインいたしまして、今はですね、主にウェブサイト、コンテンツの技術翻訳、まあ、ローカライズ担当しております。あとは、まあ、各週でですね、開発者向けのウェビナーとかやっておりまして、今回司会で、出ていただいている、カツさんも、先週ですね、先週、ゲストとして、登場していたりしておりました。ということで、まあ、ドゥルパルもですね、結構ですね、いろいろ活動していますと。今日はちょっとドゥルパルのお話も最初だけちらっと出ますが、はい、よろしくお願いします。ということでですね、まずアクイアとはどんな会社かという話ですね。2007年なので、今から13年前にドゥルパルの創設者のですね、ドリス・バイタルトという、当時は大学生がですね、起業した、というのが、起業した会社がアクイアです。今はですね、世界最高のデジタル体験を創造するオープンなクラットフォーム、
クラウドプラットフォームを提供するという、そういったですね、企業理念を持って、活動をしています。やっぱりですね、当時は、アクイア当時はですね、ドゥルパルのホスティングと優勝サポートから始まった会社です。ということで、今回ですね、マウティコンなので、ドゥルパルを知らない方が、ほとんどかなと思いますので、ドゥルパルについても簡単にご紹介します。アクイアとドゥルパルはやっぱ切っても切り離せない、ちょっと関係かなと思いましたので、ちょっと入れさせていただきております。ドゥルパルとはですね、皆様ワードプレスとかはご存知かなと思うんですけれども、ワードプレスと同じく CMS という分類ですね。世界中の100万サイトで稼働すると言われているオープンソースの PHP 製の CMS になっています。で、ワードプレスよりどっちかというと、エンタープライズとか、ちょっと大規模な、ウェブサービスとかで、活用されることが多いかと思います。今はですね、ちょっと違うんですけれども、オバマ時代のホワイトハウスだったりですとか、オリンピックの、公式サイト、FBI の、サイトとか、政府機関なんかでも利用されるくらいですね、信頼性と、スケーラビリティとセキュリティを持ったですね、ソフトウェアというふうになっています。はい、ということでですね、アクイアはですね、ドゥルーパルの、創設者が起業をした会社になっていますので、ドゥルーパルのエンジニアは、非常にたくさんおります。ドゥルーパルのですね、オープンソースのプロジェクトにコミットするエンジニアを採用していたりですとか、世界で唯一ですね、ドゥルーパルの認定試験を提供していたりですとか、結構ですね、ドゥルーパルに、力を入れている、開発的にもですね、金銭的にも支援をしている会社になっています。で、そんなアクイアと、マウティック、やっとここでマウティックが出てくるんですけど、どんな関係かというのがこちらのスライドですね。アクイアとマウティックの関係ということで、マウティックはもともと、マウティックインクという会社が、オープンソースプロジェクト、デイビー・ハーレーがですね、起業した会社で、そこで主に、マウティックエンジニアでですね、オープンソースとしてマウティックを公開しながら、サービスも提供していたという会社なんですけど、2019年にアクイアがそのマウティックインクを買収しております。ということで、やっぱり、マウティック、アクイア自体もですね、CMS というだけではなくて、MA だったり、そこら辺の、周辺のですね、マーケティング、デジタル体験を提供するためのですね、大きなプラットフォームを、どんどん提供していきたいというので、そういった、理念のもとですね、マウティックを買収したというところになっています。で、アクイアはマウティックという名前ではプロダクトは売っていないんですね。マウティックをサースとして、キャンペーンスタジオという名前で、マウティックをベースとしたですね、MA ツール、キャンペーンスタジオを提供しています。で、ドゥルーパルとマウティック、これはオープンソースの方なんですけど、どういった、関係かというのも、共通点をですね、ちょっと洗い出しております。両方ともまず、オープンソースコミュニティであるということ。二つ目は、両方とも PHP で、かつシンフォニーの上で構築されているということ。ということで、ドゥルーパルのエンジニアを、アクイアたくさん抱えていますと。で、マウティックインクは、マウティックのエンジニアをたくさん抱えておりますということで、ドゥルーパルのエンジニアがマウティックも開発して、マウティックのエンジニアはドゥルーパルを開発してという、そういったコラボレーションも期待、できるのではないかというのも、あったようです。で、マウティックは今後もオープンソースとして、公開され続けるということで、先ほどの、ルース・チズリーさんがですね、リーダーとして、オープンソースでですね、どんどんコミュニティを盛り上げていくといったところです。はい。で、先ほどですね、OpenDXP という話が、OpenDXP というワードがですね、出てきたので、全体像をここで、用意しております。今までそのアクイアが注力していたところっていうのは CMS の部分ですね。こちらですね。
なんですけれども、クイアの全体像として、お客様にですね、より良い、デジタルでの体験を提供したいというのは、それに必要なツールというのをまるっと、我々で提供できますよというので、ここでですね、データを、活用するというところで、パーソナライズですとか、顧客データの一元化というところで CDP のツールを昨年の12月に、買収して、Agile One というですね、スタートアップの企業を買収して CDP のツールを取り込んでいたり、で、こちらはマウティックですね。キャンペーンスタジオと書かれているのが、これ裏側はマウティックというふうになっています。で、ここでですね、さらに詳しく、キャンペーンスタジオについてご紹介していきます。マウティックの SaaS サービス、キャンペーンスタジオはですね、アクイアがセキュリティやパフォーマンス、そして、機能などの付加価値をつけて提供しているものになっています。で、我々がですね、いわゆるマネジドサービスとして、提供をしているので、お金がかかりますと。で、どういった、計算になるのかっていうと、コンタクト数課金ですね。コンタクトっていうのが、いわゆる、言い方はバラバラかと思います。リード数ですとか、顧客数、いわゆる E メール数というふうに考えてもらっていいかなと思います。で、昨年のこれ12月のプレスリリースなんですけれども、東京リージョンにも、マウティック、マウティック。当時はちょっとマウティックっていう製品名だったんですけど、今キャンペーンスタジオですね。キャンペーンスタジオは東京リージョンにも、データセンター持っております。ということで、グローバルから見ても日本にもどんどん、投資をしております。それでですね、マウティックと、キャンペーンスタジオ。マウティックのですね、マウティックをただ単にホスティングしているだけなのかというと、やっぱそうではないですね。やっぱり、我々ならではの機能、便利な機能を用意しています。それの一つがですね、この最後に書いてある、この複数部署にまたがるマーケティングを一括管理するキャンペーンファクトリーというのを我々は提供をしているんですね。で、それはどういったものかというと、マウティック、この複数のですね、マウティックインスタンスを集中管理する、そういった管理画面 UI をですね、提供しているのがキャンペーンファクトリーになります。先ほどもですね、チーズリーさんが、ちょっと何だったっけ、パフォーマンスのところで言ってたと思うんですけど、マウティックはですね、200万、1インスタンス200万、コンタクト数、を超えるとですね、パフォーマンスが落ちるというので、アクイアでもですね、キャンペーンスタジオは200万、1インスタンス、200万以下の、コンタクト数ではないとちょっと使えないというふうになっています。で、それをですね、どうスケールさせるのかという、解決策として、キャンペーンファクトリー、インスタンスを、横でですね、スケールさせるという、そういった、解決策を、になっているのが、このキャンペーンファクトリーになります。例えばですね、なので、具体的にどういった、イメージなのかっていうのがこの図なんですけれども、ドカッとですね、電車で、大規模な企業で電車で、キャンペーンスタジオを導入する。というよりかはですね、部署ごとに導入していったりですとか、例えばグローバル企業でしたら、各国ごとに導入していただいたり、それでその集中的、部署ごとに、いわゆる、キャンペーンスタジオのインスタンスを、使ってもらって、そして、この広報部ですとか、がですね、キャンペーンファクトリーで、管理すると、インスタンスを管理していく。そういう、使い方になっています。で、このキャンペーン、ファクトリーはですね、キャンペーンをですね、キャンペーンって、いわゆる、ユーザーのカスタマージャーニーを描ける、機能が、キャンペーンスタジオにはあるんですけど、それをですね、
インスタンスごとにコピーできる機能があるんですね。なので、うまくいったこう施策っていうのをどんどんですね、別のこう部署をまたいで、共有するといったことが可能になっています。まあ、そういったですね、キャンペーンファクトリーという、まあ、ツールがあるというのが一つ、まあ、アクイアが提供しているマウティックとしては特徴的かなと思います。で、まあ、それ以外にもですね、まあ、細々としたところがありますので、こちらにですね、一覧表として、まとめております。まあ、いわゆるですね、我々がホスティングをしていますよっていうところですとか、まあ、課金はですね、コンタクト数で課金していますよっていうのと、あとは、まあ、定期的にですね、機能のアップデート、もちろんですね、マネージドサービスですので、我々の方でやりますよっていうところですね。はい。で、まあ、サポートも受け付けておりますよといったところになります。で、話は変わりまして、まあ、我々マウティックを、まあ、マウティック、キャンペーンスタジオをですね、お客様に提供をして、いく中でですね、まあ、パートナー様とお話をしたり、お客様とお話をしたり、の中で、あと10分ぐらいですね、よくいただく、こう、お話がいくつかありまして、それがですね、ここにちょっとバーッと書いてあるんですけれども、例えばですね、マウティックってこう使うことになったんですけど、なんか使い方が分からなくて、どういうふうに勉強すればいいんですかねとか、勉強会やってもらえないですかねとか、詳細が見えないんですけども、日本語の資料もあんまりないんですけどもとか、このままだとスケールしないと思いますとか、もっと使いこなすにはどうしたらいいでしょうかなといただくんですね。で、まあ、やっぱりこう、MA ツールこう全般的にですね、やっぱりこう非常にこう高いサービスではあるんですけれども、まあ、ツールが、機能がたくさんあって、なかなか全てをですね、網羅することができない。でですね、さらに言うと、こうマウティックオープンソースなので、こうオープンにですね、エコシステムで利用者が、増えて、貢献者も増えて、ビジネスになればすごくいいんですけど、こう習得してもお金にならないと使う人が増えないので、そういったところは、問題なんじゃないかなと思っております。まずその一つ目のこの MA ツールをなかなか使いこなせないという、ところに関してはですね、まあ、私個人的にはですね、こう、無理やり、まあ、すべて、まあ、機能を使う必要は、まあ、ないと思いますと。で、大事なのは、こう、自分がやりたいことを最短で実現することかなと、思いますので、まあ、クリアとしてやるべきことは、その、まあ、マーティックおよびキャンペーンスタジオの機能をですね、知ってもらう活動が必要かなと思っております。ということでですね、本日、このような、プレスリリースを提供させていただきました。マーケティングオートメーション実務の専門知識を証明する、キャンペーンスタジオマーケティングプロを日本語で提供開始ということでですね、この準備をちょっと、水面下で着々と、しておりました。で、このアクイア認定キャンペーンスタジオマーケティングプロとは、何ぞやというところなんですけれども、こちらはですね、まあ、いわゆる、我々が提供しているマーティックの SaaS サービスであるキャンペーンスタジオの実務知識レベルとスキルを検証する、そのためのですね、資格試験になっています。例えばですね、キャンペーンの設計方法だったり、実装方法とか補修、に関する、まあ、知識ですね。で、これはですね、対象者としては、代理店の方だったり、パートナーの方だったり、まあ、もちろんエンドユーザーの方、そして、開発者の方も対象になっています。で、我々、ウェブアセッサーというですね、クリテリオン社が提供するプラットフォームに、テストを載っけているので、これはオンライン試験、オフライン試験に対応した、まあ、プラットフォームになっております。で、試験のこう内容なんですけれども、全40問になっていて、選択方式ですね。まあ、ウェブテストになっていて、まあ、ポチポチっと、どれが正解ですかっていうのをポチっと、マウスでクリックしてっていうふうな、そういった、テストがですね、40問出てくるというような、そういった試験内容になっています。で、なのでここで、
視聴者の方は気になるかなと思うんですけれども、これ、キャンペーンスタジオの試験で、マウティックの試験ではないんですかと。マウティックを日頃使って、でも、キャンペーンスタジオは使ってないという方、まだまだ多いと思いますので、そういう人たちはどんなんですかという疑問が頭に浮かぶかなと思うんですね。で、それに関しての回答はですね、おそらく大丈夫かと思います。全然受けられると思います。理由はですね、いわゆるキャンペーンスタジオの試験というスコープになっていますので、キャンペーンスタジオ製品のですね、スイートの、に含まれるキャンペーンファクトリーの問題ですとか、キャンペーンスタジオでですね、アクイア独自に、機能を追加している部分があるんですけれども、その、機能ももちろんやっぱり出題されるんですね。ただ、合格ラインは、この試験の合格ライン65%で、だいたいこのですね、出題分野と問題数というのが、ここに乗っかっております。キャンペーンファクトリーという分野は全体で4問ですね。ぽちぽちとですね、アクイア独自の機能の問題もあるんですけれども、半数以上はですね、マーティック知ってれば答えられる問題になってますので、もちろん全然、ちょっと不利な部分はあると思うんですけど、全然受けられるかなと思います。ということで、本日ですね、このプレスリリースと一緒に、キャンペーンスタジオのですね、試験、無料で受けられる、そんなキャンペーンも同時に行ってますので、ぜひぜひ、手軽にですね、受けていただけると非常に嬉しいかなと思います。そしてさらにこちら、マウティックとキャンペーンスタジオのこれからの人材育成についてちょっと考えてみたんですけれども、やっぱりこれからどんどんですね、マウティックを使いこなせる人を増やしていきたいなと思っていまして、こちらはですね、この図は、ドゥルーパルの習得のプロセスがですね、ちょっとここに参考として載っけております。ドゥルーパルもですね、アクイアで、ドゥルーパルの開発者をどんどん増やしたいということで、認定試験をですね、キャンペーンスタジオと同じように提供して、トレーニングを提供して、このようにですね、我々、我々がブログを書いたりですとか、ウェビナーをやったりしてですね、ドゥルーパルの、まず知ってもらって間口を広げてですね、そこで、もっと詳しく知りたいという方、しっかりオンライントレーニングを、受けて体系的にドゥルーパルを学べる環境を作っていったりですとか、で、そのドゥルーパルをですね、じゃあ、学べましたっていう、その指標になる、ところでですね、認定資格の方を、活用していただきたいなと思っているんですね。で、我々も、アクイアもですね、頑張って案件の創出を、頑張っていますので、それで、より良いですね、相乗効果が生まれることを、我々としては狙っています。利用者を増やすことも、大事、ビジネスとしては非常に大事なんですけど、やっぱりデリバリーをできる人材が増えないとですね、ボトルネックが発生してしまうので、ここを両方ですね、大きくしていく必要があるかなと思っています。ということでですね、ビジネスのですね、エコシステムをどんどん、これから、マウティック、およびキャンペーンスタジオも、このフレームワークにのっとって、やっていきたいなと思っております。ということで、最後にまとめになります。アクイアは、マウティックにセキュリティパフォーマンス、機能などの付加価値をつけたマネジドサービスであるキャンペーンスタジオを提供している会社です。そして、本日ですね、プレスリリース出しました、キャンペーンスタジオの、認定試験を活用して、お客様のビジネス成功に貢献するための仕組みというのを構築していきたいと思っております。最後に、ただいま試験無料キャンペーン実施中なので、ぜひこの機会に挑戦してみていただけると嬉しいです。はい、ということで、時間もちょうどいい感じですね。なので、私の発表を終わりにしたいと思います。ご清聴ありがとうございました。はい、丸山さんありがとうございました。
アクイア合同会社の丸山さんの、キャンペーンスタジオと、資格試験の紹介をしていただきました。ありがとうございます。ありがとうございました。それではですね、8時に次のセッションをスタートしたいと思います。次のセッションはですね、株式会社シアンスのウェブマーケティング部開発課のリーダーである橋本さんより、地方における B2B 企業へのマウティック導入の勧めということで、スタートさせていただきます。8時まで少々、休憩というかをさせてもらいますので、少々お待ちくださいませ。